もっと聞いてね MBS。 皆さんこんばんは、 MBS アナウンサーの福島信弘です。今日はですね、5月の3日です。ゴールデンウィークの真っ只中ですね。5月の3日、現在時刻はちょうど1時10分を過ぎたあたりなんですが、今日はお出かけお構いなくということで、また京都に来ています。大概のお出かけが京都ですね。京都は話題の多い場所だなと改めて思いますね。今私たちが歩いていますのは、地下鉄、京都の市営地下鉄の東山の駅の近くですね。京阪バスで言いますと東山三条と言われているあたりなんですけども、やはりゴールデンウィークということもありまして、すごい人出ですね。日本中から集まっているのかなという、今もうこの、京都市交通局のバスにぞろぞろと人が乗り込んでいきますね。皆さん銀閣寺の方に行くのかな。本当に行楽には素晴らしいゴールデンウィークじゃないかと思いますよ。本当に今日はお天気も良くてですね、ほんのり雲が出ていましてね、時々太陽の光が遮られますので、暑すぎずかといって寒くもなく、やや汗ばむかなというぐらいの、風も少しありまして、大変心地がいいですね。街路樹の花水木が見ごろを少し過ぎたぐらいの感じで、白い花びらが、でも結構残っていますね。綺麗に見えています。さあ、そんな春の行楽シーズン、今日はお出かけお構いなくということでお送りするんですが、今日はですね、京都市左京区の岡崎にあります都メッセという場所を目指して今我々歩いています。都メッセって皆さん行ったことありますかね。京都市官業館、そういう産業を進めていこうということが目的で作られた建物なんですけど、ここではですね、普段からいろんな即売会、販売会、展示会などが行われている場所なんですが、今日まさに行われているのがですね、春の古書大即売会。我々古いもん好きにとってはですね、大変楽しいイベントで、私も大学生の頃は毎年必ず行っていたんですが、最近は仕事がどうしてもこの連休中も入りましてね、なかなかこの古書市にも行けない、古本の即売会行きたくても行けないという毎年を過ごしておりまして、不満が募っているところにですね、そうかと、番組で行けばいいじゃないかと、仕事にしちゃえということでですね、今日はその仕事としてですよ、もう趣味じゃないですよ、仕事としてこの春の古書の即売会に向かおうというところであります。またこれまたいい雰囲気の道に出てまいりましたですね。先ほど大きい通りだったんですけど、一本道入りますと、古くからの京都ならではの町屋が並んでいる景色ですね。そして皆さん音聞こえますでしょうかね。ちょうど私が歩いておりますすぐ脇をですね、大変美しい水が流れていまして、これ白川という川でしょうかね。非常に綺麗な小さな小川ですけどね、生活と本当に密着した川という感じですね。でこの春の古書大即売会なんですけど、これゴールデンウィーク中に行われるんですね。5月の1日から5月の5日の金曜日まで、ですからちょうどこの放送がされている時には片付けも全部終わったぐらいの感じかなということですね。中心になってやっている人たちが打ち上げして二次会に行くぐらいの時間に今ちょうど放送してるんじゃないかなというふうに思いますけど、ただですね、この春の古書即売会は毎年行っているものですから、この楽しみ方というものを、いわば1年前からですね、しっかりと皆さんに理解していただいておけば、来年以降の京都の春の古書即売会ではもう誰よりもですね、もう正しい形でこの古書の即売会を楽しむことができるということで、来年に向けての準備をもう今のうちからやっておこうという、そういうもう余念のない形でね、春を迎えようじゃないか来年のという、そういう趣旨でもって放送を今日は行っています。で今回はもう本当に心よくですね、取材を受けていただきまして、古書、古本の素晴らしさ、またこの古本市の楽しみ方、そのいろは、もう基本の基本からいろいろ教えていただこうと
ということであります。さあそれではとりあえずいつものオープニングに参りましょう。本当は構ってほしいけど果たしてお役に立てようか。夜のしじまに出会った我ら、おそばにそっとで結構です。福島信弘のどうぞお構いなく。改めましてこんばんは、 MBS アナウンサーの福島信弘です。今日は京都都メッセで行われております春の古書大即売会に向かって我々歩きながらこの春の京都を楽しんでいます。我々の横を流れておりますのが白川という川のようです。すごく綺麗な清流なんですけど、この川では水深でいうと15センチぐらいですかね。すごく浅い川なんですが、そこで釣りをしている方や水辺で漁を取っている方などもいらっしゃいまして、本当にいい雰囲気ですね。川を挟みまして反対側にはカフェがありまして、みんなこっちを不思議そうな顔で見ています。そりゃそうでしょうね。一人でブツブツ喋りながら歩いてる人あまりいませんからね。あ、新婦 V じゃないんです、すみません、ありがとう。じゃあ別の番組で、ラジオの番組なんです。はい、こういうふうに声をかけてくださるのも嬉しい限りですね。お構いなくとはスッと言ってくれないんじゃないか、そこはね、当たり前だな。さあ、なんていうことを言っていますとですね、岡崎の、まあ、いわば中心地でしょうかね、に到着いたしました。平安神宮も近くに見えているようで、大きな鳥居がありますね。朱色に塗られました大変存在感のある鳥居が、緑の木々の間からニョキッと顔を出しているという場所ですね。あ、いいですね、屋形船のような、観光船ですかね。船もこのお堀のところを走っています。この岡崎の景色を楽しんでいるというのが分かりますね。さあ、この番組では番組へのご意見、極楽リクエスト、もやっとお待ちしております。お便りを紹介したすべての方に番組オリジナルのおかわちゃんポストカード、これは飯炊き釜のキャラクターですが、これをお送りいたします。でその中でこれはいいなと思った方にはですね、おかわちゃんのキーホルダーも差し上げます。宛先です。おはがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオ福島信弘のどうぞお構いなく係まで。またメールもお待ちしております。 fuku@mbs1179.com です。ファックスは大阪 06-6809-9090 番までお送りください。たくさんのご応募をお待ちしております。さあ、我々も歩みを進めてまいりまして、先ほど遠くから見ていました鳥居の足元までやってきました。この鳥居は本当に立派な鳥居ですね。これは登録有形文化財に指定されている鳥居のようですね。それではここで目的地に到着するまで一曲お聴きいただきましょう。この番組放送しておりますのは5月の5日の深夜ということで、子どもの日ですね。ただ我々は子どもではありませんので、今日は広田美恵子さんの子どもじゃないのをお聴きいただきます。さあ、ということで、今日はですね、広田美恵子さんの子供じゃないのをお聞きいただきました。さあ、それでは今夜もこの後好きにやらせていただきますが、どうぞお構いなく。福島信弘のどうぞお構いなく。さあ、ということで我々会場であります都メッセにたどり着きました。いよいよ春の古書大即売会の中に入っていくんですが、今回ですね、ご案内いただきますのは竹岡書店の草木敦夫さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、毎年やってらっしゃいますこの古本祭り、ね、大即売会ですけれども、今年で何回目ぐらいなんでしょうか。今年で35回目となりますね。そうですか、はい、毎年、担当されているんでしょうかね。これはですね、京都古書研究会が主催をしておりまして、はい、この中のメンバーが運営とで宣伝で広告を全部やっておりまして、43店舗の本屋さんを集めてやっております。今回草木さんもでは普段は本屋さんにいらっしゃるという。そうです、普通の本屋に、古本屋におります。どちらにいらっしゃるんですか。竹岡書店の方に。竹岡書店といいますと京都にある。京都の、ちょうど銀閣寺道、今出川通りと白鷹通りの交差点の近くにありますね。お、歴史のあるお店なんですか。
80年ぐらいですね。ほう、まあ、あの京都は老舗の多いところですから。いや80年やったらまた老舗とそうらしいですね。でなんかこう桁が違うみたいですね。京都は。いや、それにしてもあの長いことやってらっしゃるなということは2代目3代目3代目になると思うんですね。いらっしゃるわけですね、はい、いわばそういう、うん、まあ、歴史のある本屋さんもたくさん来ていらっしゃるという、はい、そうですね、ことでしょうか、はい、これ販売されている本もね本当に多岐にわたると思うんですが、はいはい、私はよくあの実は学生時代に足を運んでいまして、はい、毎年そうですか、はい、実はすごくお世話になっておりまして。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。だから学生時代は本当にお金がなかったので、もう吟味して吟味して買わずに帰るということが何度かあったような気がするんですけど、うん、今日もあの予算を用意してきましたのですごく楽しみにしております。よろしくお願いします。基本の木から今日教えていただきたいと思うんですけど、早速会場の中に入っていきたいなと思います。はい、どうぞ。会場こちらです。失礼いたします。本当に大勢の方いらっしゃってますね。そうですね、今日は3日目ですけども、はい、あの3日目というのはお客様がちょうどですね、マニアの方、その他やっぱり地方から来られたお客様、はい、それからやっぱりテレビ新聞ラジオを聞いて来られた方とかが多数おられて、まあ、古紙混交のいろんなお客様が来られてますね。さあ、会場中ほどに進んでまいりますと、はいはい、これはですね、どこから目をつけているのか分からないんですけど、ね、まあ、最初に京都コーナーの夕品コーナーがあるんですよね。夕品コーナーと言いますと、はい、まあ、京都の関するもので、はい、ちょっと珍しいもの、なかなか手に触って見られるものでないものが用意してありまして、これはどういったものが置かれているんでしょう。そうですね、まあ、江戸時代のものから地図からっていういろいろあるんですが、はい、ちょっと一番面白いのは、まあ、開けていただけるんですか、はい、なかなか普段手に触ることはできないんですが、はい、これなんかはですね、わ、今日の面影。そうです、田中緑光さんの写真のものなんですけども、でこれが250枚ですね。250枚入っておりまして、昭和5年から、5、6年に撮影されたものが大半に載っておりまして、で、まあ、言うたらこれは一番見えるところのやつが八坂神社の昭和 5,6 年の写真なんですね。なるほど、こういう写真が本当にアルバムのように挟まっていて、うわ、ですからこれで見たら、はい、市場通りはこんな風景になってるんですね。このようにまだ舗装されずに、両サイドもまたあの変わっておりますので、道幅も広くて高い木の電柱が立っていて、ね、着物姿の人がたくさん歩いているという写真ですね。これがお値段が28万円という、そうです、まあ、売約済みですけれどもね、これがなかなかこれ売約買った人がいるんですね。売約済みになってます ね、もう売約済みになりましたね。買った方いらっしゃるんですね。そうですね、うん、あ、じゃあもう先ほどそうでもなかったけど、ちょっともう知らん間に売約済みになってましたね。もうこれ私多分これから先一生触ることないだろうなっていうものですね。そうですね。ですから、まあ、こういう形で、いろんなものが出てるんですけども、お祭りの風景とかね、はあ、修学院の盆踊り、ね、踊りとかね、でこれやったら白川口の石仏、はい、これまあその、うん、歴史的に当時もすでに価値のあるものだったであろうものをもう 写真としてね撮影しているんですけど、 その周りに写っている街の風景や歩いている人の姿というのはもう今本当に見ることができないものですから。そうですね、で今ですね、外国人の観光客の方にこういう写真が昭和30年、はい、特にですね、外国人の方に昭和30年代40年代の京都の風景の写真の本っていうのが雑誌とかが受けてるらしくて、旅行のパンフレットを作る会社とかお店屋さんをやってるところに頼まれて、ちょっとお店に置きたいからちょっと集めてくれと、プレゼントしたいからとか。へえ、これでも28万出されて買われた方は、はい、なかなか お好きな方といいますか。そうですね、やっぱりあの研究されている方でしょうね。収集家かっていう形になるでしょうね。全5冊揃えで28万円、で横にあるのは都名所図会。そうですね、これなんか私大学の授業で習いましたよ。あ、都名所図会のテキストってこうコピーしたやつが配られましたよ。だから新しくなった本がいっぱい出てたりしてますからね。はあ、6万5000円ですとかね、本当に幅広い価格帯で、そうですね、でも貴重な本がいっぱい置いてある。そうですね、はあ、で私毎回来るたんびにね、どこから見ていいやらと、そうですね、いつも思っていたんですけど、ですから、まあ、自分の興味のある本っていうのが、何をお探しかっていうのが、まあいろいろ得意分野とかはね、はいはい、本屋がありますので、ええ、歴史系統でしたらこちらとか、ええ、そういうご案内、こちらの、 あの
今あの京都コーナーと京都の遊品コーナーの隣に本部があるんですよ、でこちらの方本部の方で、そのどんな本を探しかけたらこの本屋がちょっと系統持ってきてるよとか、だから例えば歴史に強い本屋さんですよって言ったら、あと料理の本強い本屋さんですよとか、そういうご案内をさせていただいてるんですよね。へえ、そうなんですね。これ古書の即売会というとどこかこう歴史的なものばかりが置かれているのではないかと思われがちですけど、意外とそうでもないですよね。ないですね。すごくジャンルは広くて、範囲広いんですよ。あのいろんなもう今の本屋さん、普通の町の本屋さんがものすごくでかくなったみたいな感じで、そうなんです。いろんなものが置いてありますからね。ですからちょっとこちらの入り口入って左側にありございます、はい、映画のポスターとか映画の専門店のお店なんですよね。うわ、映画の専門店といってもこれ幅広いですね。そうなんですね、すごいですね。夕日のガンマンですとかシンシナティキッドみたいな、こういう、まあ、比較的この中だと最近になるんでしょうけどのものがあったり、一方で満州民衆風俗写真帳みたいな、こういうこう、ね、大きく時代を超えてきた資料も置かれている。そうですね。また映画のポスターもありますね。そうなんです。だからこれも普段ならこういう形で触って確認しながらってできないんですよね。これね、ですから傷みやすいもんですけども、この即売会では前から先ほどの写真帳なんかでもそうですし、はい、こういうあの映画のポスターとかプロマイダーでも直に触って確認していただいて、買っていただけることができるというのが古書大即売会の魅力なんですよね。そうなんですね、いやでも本当にこう貼ってあるものは貴重なものが多いんですね。そうですそうです。大河内伝次郎サイン入りプロマイドは1万円市川雷蔵のサイン入り映画スチールも1万円すごいですね。そうそうたるもので、ただこれ下手すると博物館とか美術館に置いてあってもおかしくないような品物ですよね。で、後でご案内するところなんかでも、本来ならその手袋はめて貴重図書という形で手に触れないものも手に触っていただいて購入できていただくことができるんですよね。いやこれはそこが多分このね、そうですね、古書即売会の楽しみの一つじゃないかなと思うんですけど、本だけじゃないんですね本当に置いてあるもの。そうですそうです。まあ紙に関するものがやっぱり我々の取り扱い分野でもあるんですよね、ですから1枚のチラシであったり、新聞広告であったり、そういうものもやっぱり我々の特訓の取り扱いジャンプになりますね。絵はがきやポスターというものもありますしね、本当にジャンルも多岐にわたるんですけど、ですからこういう、今度はですねちょっとこの別の本屋さんに入ってきましたけどね、一般 の, その本屋さんで売られているような、あのこういうですね、例えば別冊太陽とかね、今でも本屋さん行くと売ってますよ ね, ね、その別冊太陽なんかでもその売っておりまして、値段なんかはあの定価が2200円してますが、1200円あだいぶ安い、かなりお安く販売する、ですから定価より高く販売しているものもあればこういう形であの安く販売しているものもあるという。しかもあの比較的綺麗ですよね。そうです、ここはですねやっぱり綺麗なものが置いてあるんですよね。お店によっても結構その個性がありますね。ありますね。これなんかでしたらね、6800円の本が、世界の巨匠シリーズマネ、800円です。800円。安い大型書ですね。そうですそうです。美術の、まあ、画集といいますか、写真で撮った。そうですね。だからこの御所人形という本ですね。御所人形定価1万9500円が、うわすごい、が6000円、うわすごい安い。あの鹿児島寿蔵さんが解説を書いているあのねすごい有名な人形作家の方、すごいですね。これ今なんか案内をしてらっしゃいますね。今案内しているのがですね、40周記念のイベントで、浮世絵さん、浮世絵を、の木版釣りの実演を今から2時から行うことになってるんですよ。へ、職人さんが来ていただいて、そうですね、この方が実演していただけるんですが、竹笹堂と読むんでしょうかね、5代目当主竹中健二さんという方、この方が木版の実演を吸ってるところを見せていただけるんですよね。いわゆるこう浮世絵と言われる版画と、そうですね、版画の実演、そうです。
これもなかなか見られないんですけど、そんなイベントっていつもやってらっしゃいますか？いや、これは40周年記念のイベントで、そうなんですか。無理にお願いして、へえ、武田蔵さんに来ていただいてるんですよね。へえ、貴重な経験になりますよね、それ見るっていうのはね。はあ、本当にまあいろいろ。まだちょっとあの棚が変わってきたんですが、はい、漫画がちょっと出てきたんですね。あ、本当だ。あ、だ絶版漫画の専門店の石川古本店さんのブースなんですよね。へえ、絶版漫画の専門店があるんですか？うん、はい、そうなんです、そうなんです。はあ、はい。へえ、わ、本当だ。ここら辺はもう全部漫画ですね。もう今日も興味のある方にはものすごく大人気なコーナーですね。鉄腕アトム。そうです。少年サンデーの本当に発行されていた当時の1975年、1980年。はい、この頃のものが1500円ぐらいで売られてるんですね。そうです、そうですね。ガロなんていうのもありますね、はい、あ、寄せ芸人伝、落ち券だったんで学生時代よく読んでましたけどね。落ち券だったんですか？落ち券だったんです、はい、4冊揃いで1000円、安いすごいですね。マイフレンド、ブーケ、プチコミックなど、はあ、いろいろ置かれてます。タイガーマスク、ね、カムイガイデン、はい、これもファンの方にはたまらない。あ、そしてその横はこれセル画です。アニメのセル画ですね。そうですね。へえ、ですね。ええ、これは、あ、すごいですね。ゲバゲバショータイムのセルが1万円だ、はいはい、へえ、すごい。あ、天才バカボンのパパのセルガが2万5千円。はあ、これはでも手が届かない値段じゃないですね。ですから専門店ならではの品揃えなんですよね。はあ、これだって一枚一枚本当に手書きのもの、そうです、そうです、一点ものですよね。ですからこちらの方もあの手塚さんの写真の再利の本がありますからね。本当だ、わ、ドカベンのセルガ、いわきに対してトノマがこうぐっと顔を寄せている絵が8000円。安いですよね、そう思うと。そうです、そんなに高いと思えない。だって1枚しかないんだからね、世界に、うん、貴重なもの。北斗の拳なんかもありますよ。この辺はなかなかこう普段ね、古本というもの、古書を読まない人でも楽しめるかもしれません、はい、でちょっとまたあのブースが変わりまして、すごいですね。吉村大観堂という、はい、あの寺町の本屋なんですけどもね、はい、でこちらの方、今度今あの実演の話してたんですが、これがこのもっとこの壁の方にあるのが、はい、それのもっと古いやつですね。はあ、江戸とかの時代のですね。もう本当に浮世絵というか、はい、錦絵ですね。錦絵ですね。はあ、3枚組で4万円、ね、はあ、すごいですね。さっきバカボンのセルガ見たと思ったら、横にはあのお相撲の錦絵があるんですよね。あったりするんですね、はい、これいつ頃のものなんだろうな。でも本当に幕末くらいですかね、江戸、そうですね、時代ですね。そうです、江戸明治のものがですね、ね、多いですね。こういうものをでも別に学者さんが買っていくわけではなくて、一般の方が、一般の方も買われるし、外人さんも買われますし、はあ、こういうのが、ヨーロッパ圏の外人さんにも特に。この辺はもう本当に絵が一枚一枚、うん、一枚一枚ございますからね。別に額に入ってるわけでもなく、はい、そうです、浮世絵の方、ね、手でめくりながらこうやって選べるんですよね。そうですね、それが、そうそう、あの見どころなんですよね。さすがに手が出ないな、やっぱり。でもな、やっぱりこうすっとはな、でもね、こう浮世絵1枚8000円とか5000円とか、そういう値段で手に入るんですから。そうです、で本物がその値段で買えるということですかね。素晴らしい。ここすごいですね、本当に。あの和とじ本とか、まあ、明治ぐらいの、ね、明治から大正ぐらいにかけての本が、その本上ちょっとは今コーナーみたいな形でやってくれたり、ね、この辺りはそういうエリアですか、はい、あ、はい、あ、風俗画法ね、婦人画法とか、この辺もね、あるんですよね。これ明治時代ぐらいの雑誌っていうのはもう今手に入らないですもんね、なかなかね。そうです、そうです。だから皆さんそれを求めて、その表紙だけでもちょっと味わいがあって、特に大正時代のその大正ロマンの感じ、うん、あの表紙なんかはものすごい人気ありますね。表紙だけで買われていかれる方もおられますから。これ手元に一冊置いておくだけで、はい、こう自分の家に一つこう歴史が加わる感じが、そうなんですよね、しますよね、はい、すいません、本当にすごい人。全部でこれ何冊ぐらい置かれてると考えたらいいですか？ですね、会場内はね、うん、一応50万冊。50万冊、はい、ですから、まあ、あの各書店が、ね、まあ、一棚、大体一列の一棚の方が30冊か40冊なんですが、雑誌とか絵はがきとかそういうものもありますので、大体そのぐらいの量があるだろうという
小さな公立図書館が丸ごと1個出来上がったみたいな感じですよね。もうそうです、それ以上だと思いますですね、うん、本当にね、古本の見方と言いますかね、こういうところを見ると面白いよっていうのは何かあるんでしょうかね。見方と言いましてもね、なかなか難しいところもあるんですけども、本の、良し悪しっていうのは、値段っていうのはやっぱり売り手が決める値段でもあるんですが、結局買っていただかなかったらその値段は成立しないんですよね、はいはいはい、ですからそれがやっぱり経験と何かで値段を決めていくと、インターネットでもたくさん売ってますので、値段は言うたら素人でも値段つけられてですね。ですけどこういう先ほど手前に見せたそういうこういう薄いものに関して雑誌とか歯科版の本というのはやっぱり経験でないと値段がつけられないと。ただ Amazon で売ってませんもんね。これを1万円つけても、そしたら1万円で欲しい方たくさんおられたらすぐ売れてしまいますけども。そうか、そうか、そのギリギリのところをどれだけこう見極めるかということなんですね。だから我々でもそのなかなか初めて見る本でつけて出したらもう言うたら1日で売れてしまったら安かったのかなと思ったりする場合もありますね、はい、あ、なるほど、それはもう経験でした。そうです。で次入った時に今度はもうちょっと高くしてつけようかなとか、っていう経験はありますね。そういうことですか、はい、そもそもなんですけど、古本屋さんっていうのはこの本はどこから持ってきてらっしゃるんですか。我々はお客様から、はい、本を売っていただく、はい、だから一般の個人の方、はい、先生方と、から買わせていただく場合と、はい、あと業者の市場っていうのがあります、はい、各都道府県に大都市だったらそれぞれ組合がございまして、はい、で組合で市場っていうものを設けられて、そこで入札して本を買うということをしておりますね。競りみたいなものがあるわけですか。そういうものも大阪なんかでしたら競りはありますね。あ、それぞれの都市組合によってやり方が違うんですね。そうですね、言うたら交換会の雰囲気でやってるところもあれば競りのところもありますね。京都はどちらかというと交換会の方が近いですね。へえ、なるほど。あとね、私毎回この古本市のたびにこの目録というものを、はい、結構各書店で売ってらっしゃるじゃないですか、はい、ただこの目録の正しい使い方が分からなくて、はい、どういうふうにこれ使ったらいいんだろうっていつも思うんですけど、はい、見方がなかなか難しいんですけどね。いわばカタログですよね。そうです、そうです。見て楽しんでいただけたらいいかなと思うんですよ、ね、あ、もうあ、こんな本があるんだ。そうです、そうです。こんな本がこのぐらいの値段なんだっていう、いう形でいいと思うんですよ。へえ。で、会場来ていただいて、はい、それを現物見て欲しかったらちょっと買っていただくこともできますし。あ、なるほど。 ですからその場で、まあ、もなかなかね、今の時代その現物を見ないで買うっていうのはインターネットで普及しましたけども、うん、やっぱり高いものだったら現物見ないと怖いですからね。そうですね、はい、これはもう絶対欲しいと思ったら、うん、電話かなんかすると。そうです、そうです。買えちゃうんですか。買えちゃいます。あ、そうなんですか。でも並ぶ必要がないわけですか。並ぶ必要ないです。あ、へえ。で、開店前に抽選があるんですよね。へえ、はい、何人もが手をつけると、はい、これやっぱりその、ね、前半にカラーの写真が載っていて後半に文字が載ってますけど、はい、これ写真のところはこれが一押しなんですっていうことですか。やっぱり今の時代やったり多分画像を載せないとお客様が手に取ってもらわないと、ええ、なるほど。そうか。 ですから昔のカタログを見ていただいたら文字ばっかりなんですよね。そうですよね、うん、そうだった気がします、うん、ええ、目録もカラーになったのが10年ぐらい前なんですよ。白黒ではダメだろうって形でカラーにしたんですよね。そうなんですか。まあ、カラー印刷自体が安くなってますから。なるほど。いろいろできるようになったんですが。いろいろご苦労されてるんですね、そういう意味ではね、はい、それもまあ我々のその古書研究会の趣旨でもあるんですけどね。それとすごく下世話な話を聞きますが、はい、この古本市の中で一番高いものっていうと、はい、高いものですか、そしたらね、木版のバイレーさんの、バイレーさん、画家さん の、はい、作品が。バイレーさんというのは絵を描く方の。そうです、そうですね。お名前ですか。はい、ほう、のバイレーさん。わあ、この辺は売ってる版画とか、洋書、ね、地図。そうですね。はあ、何でもありますね。はい、琴の楽譜、はあ、模様の。はあ。また入り口付近に戻るんですが、はい、このバイレーさんのこれがおいくらだと思いますか。え？
これは木版ですよね。木版ですね。バイレー花鳥画布ですね。触っていいんですか。はい、どうぞ。木版っていうと、はい、木版税のだって印刷物ですから、そんなめちゃくちゃ高かねえだろうという気がしてしまうんですけど、うん、あ、でも綺麗ですね。綺麗です、綺麗ですね。花鳥図といいますか、花と鳥。そうですね、そうですね。うん、ああ、なるほど。クジャクの、クジャクがいたり、はい、はあ、鳩が、はい、ケシの花の下にいたり、はいはい、いくらですかね。はい、40万。2冊で40万だった。40万、はい、確かに綺麗ですけどね、うん、なかなかないんですよね。これ出ないんですか。これの、そうです、そうです。で色も綺麗ですし、確かに綺麗、はい、いつ頃の本なんですか。これは、これは明治の本、32年ですね。明治にしては色が綺麗ですね。そうですね。多色刷りで、そうです、藤の花。はあ、40万。京都は焼けてないのでこういうものが残ってるんですよね。で、あと着物屋さんが多いですので、なるほど、着物屋さんがたくさん保存されて、大事に保存されてますので。そうか、下絵の参考にしたりするわけですね。そうです、そうです。ですから大事に残されてるんですよね。はあ、うん、なるほどな。こういうのはやっぱり京都ならでは、京都ならではです。ですから、いろんな木版、赤尾さんっていうのは、河原町六角にあるんですが、こういう木版もちょっと多種多様に、特にその着物のそういう図案とかの木版物を集められてやっておられますね。でもすごいですね。これだって本当に博物館に置いてあったっておかしくない。そうです。ですから触れないです。そうですよね、うん、それを当たり前のように触らせていただける。でこれなんかでもその今流行りの若冲画布ですね。1枚で、これが言うたら1枚ずつ売られてます。あ、なるほど、うん、これ本当は本なんですけどね。あ、これはだからそういう意味でお得ですよね。そうです。本当だったら欲しいところだけで1万円、1つ1万円で買うってことです。揃いで買わなくちゃいけないところを、うん、1枚ずつ買う。そうです、揃ってなかったからバラにしたっておっしゃってますけどね。今若冲すごいですよね。そうです、そうです。バカ売れじゃないですか、ね、仕入れて売れないことないんじゃないかと思いますけど、なかなか帰って仕入れづらいですね、人気があるから、競争相手があるので。今急激にですよね。そうです。だから売り値自体はもうある程度上が点が決まっているので、先ほどの仕入れが高くなればなるほど、まあね。そうですか。これでも一日じゃ見切れませんね。そうですね、やはり、先生方でも2日は要されるみたいですね、はい、2日プロが見て2日、うん、ですもう2日では済まないんですよ。何でもいいとか言いますとね、我々のこの、京都古書研究会主催する古本祭りはね、はい、全て各書店が棚が開いたら必ず詰めるように言ってるんですよ。どんどん詰めていくんですよ。あ、そうなんですか。はい、ですからよう売れてる本屋は多分最終日は本棚全然違います。え、あ、そうなんですか。じゃあだんだんスカスカになっていくんじゃなくて。ないんです。ですからこういう形で今入れてますでしょ。本当だ。でそれがね、何年か前にね、東京のお客様からかなりお叱り行かれたことありましたね、はい、ほうほうほう。関東の方での催事ですと、初日に全部出すので、ああ2日目になんでこんな出すねって言ってなるほど。それは卑怯やと言って怒られましたね。こっちは東京からわざわざ買いに来てんのに。いや、これは京都のやり方なんで、いやいや、それやった、それはあかんだろうって、全部出さないといけないぞ。いや違う、初日行ったらすまんやろという感じはおっしゃるんですけどねそうじゃないんですけどねそうか。だから人に聞いて自分の欲しいものが3日目に出たということを分かって。あ、そうなんですか。何人かおられますね、最近。そういう形で怒られる。初日だから、初日来たからといってもいいやっていうわけでもないんですね。ですから私とこの即売会はやっぱりその辺をまあ考えてきていただければと思いますね。へえ、うん、だから2日目3日目で、書店によってはですね、お客様の携帯変わってきますので、3日目から並べる本を変えるところもあるんですよ。あ、へえ、そうなんですか。ですから若いお客様が多いとか、うんうん、となったらそういうものが多いし、こう今会館が別会館の方で武道の展示会やってるんですよね。あ、やってるので、それから私とかも持ってきてるんですが、武道のコーナーをみんな充実させるんですよ。なるほど、そうか、合気道とか、だから棚が変わるんですね。
ですからまたいろんな形で棚を変えてみんなそれをやってるんですが、それをお叱りいただけるんですよね。でもそれが京都のやり方だから、やり方です。だからご理解いただきたいと言うんですけどね。なるほど。そういう仕組みを知ってまたこういうところに来ると、はい、見え方変わってきますね。見え方変わってきますよ。うん、ですから、初日ないわとおっしゃってても3日目来たら欲しい本が出てるかもわかんないですからね。そうか。じゃあ初日と最終日来たらちょっとだいぶ違うということですね。そうです。これそういう見方をするといいかもしれませんね。ですからね、もう先生方はだいたい 1,3,5 と、はあ、普通の人は 1,3,5 で、来れない人は 1,2,3 で諦めて帰られますけど、ね、なるほど。はあ、そういう見方をすればいいのか。知りま、それ大学生の時に知ってればな。でもあの頃お金がなかったからな。そうか、そうですか、なるほど。いや、ちょっと私はすごくこういつも来ていて懐かしい気分で来たところもあったんですけど、はい、ちょっと見え方が変わったような気がしますね。非常に面白いですね、はい、いやーというふうに、まあ、まだまだ見ていきたいなというふうには思うんですけど、私大学生の頃10年ぐらい前ですけど、うん、はその古本市行くと大体おじいさんかおじさんか眼鏡をかけた男の若者、うんがやっぱりもう大半、まあ、今でもそうだと思うんですけどだったんですよね、うん、ただ5年経ったぐらいから着物を着た女の子が本当増え始めて、うん、何なんやこの子らというふうに、いや多分目がいかってなかったんだと思いますよ。ああ、私は10年ぐらい前から増えてきてますから、そうですか、多分ね女性の方に目がいかなかったんじゃないかな。その時はもう何を買うかの方に意識が行き過ぎて、そっちの方行かれたんじゃないかなと思うんですけど、だんだんこう余裕が出てきたんですかね。はあ、そうですかね。本当増えましたよね女の人、ね、そうなんです。それでね、だから15年ぐらい前から企画で、夏なんかは浴衣を着てきていただいたら、うちはプレゼントとかね、そういう形のイベントもしてましたんで、あとそれも兼ね合いも関係ないんですが、ほんまに着物が多いただきました。あ、そうですか、はい、いやだから本当あの漫画の世界じゃないですけど、本を一冊取ろうと思ったらそこに女性の手が重なって、あ、みたいな出会いがあるかもしれないですよ。本当に夏のあの下鴨タラスの森であるかもわかんないですから。いや、あの笑ってる皆さんおられますけど、ね、ほんまにその出会いありますよ。あるある、あると思います。小を捨て小会に町へ出ようですよ。本当に時代は変わりましたよね。ですからね、あと古本祭り夏なんかでしたらね、10冊500円とかね、はいはいはい、3冊500円とかありますでしょ、はいはいはい、ありますね。だったら隣の女の子と男の子が喋って、私これ書いたでしょって言って、知らない子同士がそこでこれと私これしかないの、僕これしかないね、一緒に新品かということ。なるほど。そういうことありますよ。安く割れるから、うん、はそのきっかけはねよく見ます。これすごい急になんかナンパ術になっちゃったけど出会いがあるかもしれない。この夏ね、楽しみに皆さんお越しになったらいかがですか。男子諸君、どうせこんなラジオ聞いてるんだからどうですか。本当さあ、今日は都メッセで行われております京都春の古書即売会にお邪魔していますけれども、今回あの、組合の方からですねプレゼントをいただけるというふうに伺いまして、ありがとうございます。春夏秋それぞれこれ古本祭りというのが行われているんですね。はい、そうです。はい、その1年に3回ある古本祭りの中で2000円以上の本を購入するともらえるクリアファイルがあるんですが、おしゃれですねこれね。あの京都のいろんな場所の様子が描かれていたり、舞妓さんが描かれていたり、また歴史的なものが書かれていたりするんですが、こちらのクリアファイルを皆さんにプレゼントしたいということで、このクリアファイルの中にですね今後のお知らせのチラシがたくさん入ってるんですね、これね、はい、どういったお知らせが入ってるんですか。ね、我々が作ったカレンダーがあるんです。カレンダーもいいですね、はいはい、これもちょっと限定のやつなんですが、あと下鴨古本祭りのチラシが
入っております。夏の古本祭り、はい、こちらのイベントなどの情報が入っております。このクリアファイルとですね、先日番組にお越しいただきましたスコットランドバグパイプの、演奏の皆様からいただきました、スコットランドと書かれたボールペン、そして鉛筆をですねセットにいたしまして10人の方にプレゼントいたします。皆様ぜひともどしどしご応募ください。これは厳正なる抽選で、お送りするということです。宛先です。おはがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオ福島信弘のどうぞお構いなく係まで。メールは fuku@mbs1179.com まで。ファックスもお待ちしております。大阪06-6809-9090番までお送りください。たくさんのご応募お待ちしております。さあ今日はですね、春の古書大即売会にお邪魔いたしまして草木敦雄さんにお話を伺ってまいりましたが、古本の魅力というのは本当に尽きないですね。そうですね、ネットで買うことが皆さん多いと思いますが、はい、ぜひとも、会場いろんな古本祭りに来ていただいて、お店にも来ていただくようお願いしたいと思います。はい、書店でないと出会うことのできない本がたくさんあるということですので、はい、皆さんもぜひ来年足を運んでみては、まだ夏もありますのでね、足を運んでみてはいかがでしょうか。今日は草木敦雄さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。福島信弘のどうぞお構いなく。もやっと投書箱、怒りほどの高ぶる感情はないけれど言わせてもらえる機会があるならぜひとも言いたい。そんな生活の中で感じる違和感のような何かもやっとしたものありませんでしょうか。このコーナーではもやっとの集合体であるもやっと投書箱を開けてご紹介してまいりますが、夜更かしイエローの信蔵さんです。どうも、夜更かしイエローの信蔵です。よろしくお願いいたします。ほぼもう AD として今日は参加ですけど、そうですね、はい、会場の動線の整理をやらせていただきましたけども、はい、結構楽しいですね。楽しいですね、ええ、僕なんかちょっといろいろ立ち読みとかさせていただいたんですけど、はい、芸者玉手箱というのを見つけまして、はい、なんかその明治時代に書かれた本で、はい、当時の芸者さんがやっていたであろう手品を紹介しているものがありまして、面白いですね。なんか籠にこんにゃく玉を詰めて穴を埋めるらしいんですよ。穴を埋める、その籠の穴を、はあはあ、目をね、目をこう埋めて、はい、そこに水を入れて、はい、金魚を泳がすと、はい、籠の中でも水がこぼれませんよみたいな手品をやったりとか、はあ、それとかそのしゃっくりを止める伝というのがその手品の中に入ってて、はいはい、渋を飲んだらしゃっくりが止まるっていう手品を出して紹介してた。それ手品ちゃうやろとか思いながらいろいろこう見させて生活の知恵です、ね、普通の生活の知恵を紹介してたんです、はいはい、まあ、楽しいなと思いながら見させてもらったんですけど、はい、もやっとですね、はい、まあ、最近私古事記、古事記 そのエピソードを集めて、はい、いろいろ調べてるんですけども、その中でちょっと面白いものがあったので、はい、ちょっとご紹介させていただきたいなと、古墳時代ですかね、その雄略天皇という天皇がいらっしゃったんですけども、はい、その人が若い時に川のほとりで洗濯をしている少女を見つけて、めちゃくちゃ可愛かったらしいんです、はい、その子を見つけて、君結婚せんとき近いうちに僕が妻としてもらってあげるから結婚せずにそのまま追ってねって、はい、でさーっと都に帰ったんですよ、はいはい、そこから女の子、あ、私天皇の妃になれるんやと思って喜んで待ってたんですけど、うん、はい、80年音沙汰がなかったんですよ。ほう、で私はその嫁にも行かず、はい、ずっと待ってたのに、はい、この思いをどうにかしてその都まで行ってその帝に直訴したいって言って、わざわざ都まで行って、はい、あの時の赤い子と言いますと、その赤い子という名前なんですけども、はい、そしたらいや誰やと80年になってますからね。で80年経っててそのおばあちゃんになってるわけなんですよ、はいはいはい、でこうこうこういう理由でずっと待ってました、はいはい、そしたら雄略天皇が、はい、かわいそうやなと、うん、不憫に思って かわいそうや、その歌を、はい、2首ほど送ったんですが、はい、若い頃に結婚してあげたらよかったっていう内容と、はい、もう年取ったから結婚はできないっていうのをもうストレートに言ったんですね、はい、そしたらそのハラハラとおばあちゃんが泣き崩れまして、はい、かわいそうでしゃあないはい、いうふうになった雄略天皇が、はい、いっぱいお土産をあげて、はい、もう返したそうです、はい、80年待ってる人を返すんですよ、はい、そうですね、
あまりにひどすぎて、せめて横に置いたれよと、そう、一軒家でも建ててあげたれよと思ったんですけど、そういうエピソードを探してますんで、はい、またこれからもちょくちょく紹介させていただきます。それでもやっとしたという。もやっとしますよね。そうですね、はい、なるほど。以上、もやっと図書箱のお時間でした。ありがとうございます。福島信弘のどうぞお構いなく。さあ、今日は月に一度のお出かけということで、京都にあります宮古メッセにやってまいりまして、春の古書大即売会という、ところに入りまして、古本祭りの魅力についていろいろとお話を伺ってまいりました。来年も春の古書祭りありますんでね、皆さんこの情報を頭に叩き込んでおいて、来年ぜひとも足を運んでみてください。その予行練習として、夏の古書大即売会にも行き、秋の大古書即売会にも行ってですね、いろんな本に手を触れてみてですね、文化の風に触れてみるのがいいんじゃないかなというふうに思います。さあ、この番組では番組へのご意見、お金5000円がもらえる極楽リクエスト、そしてもやっとお待ちしております。そして、生の時だけ575もありますね、今月の宿題です。今月の宿題はテーマが油断です。油断が入りました。575をですね、送ってください。宿題の提出期限は今月の末の金曜日、5月の26日までです。放送中に送っていただいても構いません。宛先を申し上げておきましょう。お便りの方は郵便番号 530-8304 MBS ラジオ福島信弘のどうぞお構いなく係まで、メールは fuku@mbs1179.com まで、ファックスは大阪06-6809-9090番までお送りください。たくさんのご応募お待ちしております。来週も金曜深夜1時10分からの放送です。ただし野球で繰り下げの可能性もありますが、そちらはご了承ください。公式インスタグラムもやっております。アカウントはアットマークアルファベットでおかまい数字で79、おかまいなくですね、フォローをお願いいたします。今日のこの故障即売会の様子も、上げておりますので、ぜひそちらも見てみてください。さあ、次回は生まれる時代を間違えたをお送りいたします。5月ですので5特集をお送りいたします。一体どんな特集になるのか分かりませんが、どうぞお構いなく。